駅不間学駅は、徳島県吉野川、市川東町学技田吉本にある、四国旅客鉄道徳島線の駅である。駅番号は、B12。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。矢倉を持つ、特徴的な木造駅舎を有する。隣の淡わの最寄り駅とされている。 かつては平日午前中のみ駅員が配置されていたが、2010年9月1日に完全な無人駅となった。自動券売機が設置されている。駅舎側から以下の通り、1日平均乗車人員は下記の通り。学という珍しい駅名は地名をつけたもので、その地名は阿波国の学問所が付近にあったためと言われている。公券の入場券は、 県面右端の上部に入場券を意味する入りの文字、下部に駅名が印字されており、縦に入学と読めることから、当駅の入場券は受験生を中心に大人気となった。現在も後券の入場券を発売しており、現行のものは緑色の JR 四国の自問の後券である。特に5枚セットは、ご入学イコールご入学、ということで、さらに人気を呼んでいる。 国鉄や JR 四国は積極的に当駅の入場券の販売を行い2013年現在も学駅だけでなく4国内の主要な JR の駅などでも販売している現在学駅は無人駅だが受験シーズンのみ駅員が勤務しており駅で直接切符を購入することもできるなお価格は1枚170円で 5枚一度に買うと、赤か紫か水色のお守り袋が無料でつく。ABC 市のキラ、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編に JTB、1998年、656ページ。ISBN978 から4から533029806。AB、JR 四国29駅を無人化経費削減、県内は、 増電など6駅イコール香川、読売新聞読売新聞大阪本社、2010年6月22日、長官、33面、5駅の駅業務を全面委託国鉄四国総局、徳島本線で来月から実施。交通新聞、P1、10駅の停留所化実施。交通新聞、P1、通報山陽本線香川駅ほか25駅の駅員、無配置について。 鉄道広報。P に北から南から駅シリーズ JR 四国の牧戸山線、豊永駅。交通新聞 P に JR 四国駅業務体制の見直しについて。四国旅客鉄道。2010年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月22日閲覧。12月15日より新色お守り袋追加。 お正月期間中、学役にて、臨時発売。合格期願切符の発売について、四国旅客鉄道、http://www.jr-shioku.co.jp/.03 k、ニュース、プレス、12から12から12、01、htm2013 年1月8日閲覧。 2012年1月1日より、水色の袋も選べるようになった。ワープ、梅田支店の掲示より、ありがとうございます。